いしょ。皆さんこんにちは、ナイトです。ということで新居に来ました。そうなんです、私家なし男、約1年間ほどね家がなかったんですよ。でようやく新居は決まりまして、このお部屋を皆さんに紹介したいと思います。イエイ。でいろいろ探したんだけど、まあそんなにねめちゃめちゃ納得いった部屋っていうわけじゃないです。でもとりあえずどっかの部屋に入らないともう落ち着かなかったんで、もう定住地ってことで一度ここに決めようっていうことでね、新居を構えました。だけどねそんな納得してないって言いつつも2、3日住んでるんですけど、いい感じです。なんかねこじんまりしてるんだけど、使い勝手がいいみたいな、そんなお部屋を今日は紹介したいと思います。それでは一緒に見ていきましょう。はい、今日は RX100M7 で撮ってます。この前紹介したカメラです。そして髪の毛がねくねくねですけど、もう深夜なんですよね。あ、で新しく久々にね洋服を買いました。いかがでしょう。着る服がねあまりもなくてグローバルワーク買ってきました。はい、2000円ぐらいです。で今日はいろいろね荷物をね実家から持ってきたり、あとシェアハウスから洋服とかねこういうの持ってきました。まあとりあえず玄関口から見ていきましょう、部屋を。それでは玄関からスタートです。最後にお家賃をね、皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。さあそれではルームツアースタートしますよ。まず、ここね玄関口がありまして、で入ってきてまず一つ目の部屋があります。ここに、はい、こんな感じです。こちらね寝室に普通だったらなるかと思うんだけど、僕はね作業用スペースに使おうかなと思っております。で今あるのはここのねギターだけ、これだけはねぶら下げてます。これかっこいいっしょ、いい感じでしょ。なのでここにねあともう一つ机を買って、であとはギターとか置いて、まあここはね音楽を演奏したり編集をしたり、まあ勉強したりとか、まあ生配信とかもねやるときはこの部屋でやろうかと思ってます。またギター再開したいと思います。これいいのよ、ここにね立てかけられるのが、これめっちゃおしゃれでしょ。で今回ね僕の部屋のテーマはですね、まあ、ミニマリスト的に、まあ、物はあんまり置かないっていうのを大前提として、まあ、だけどね自分が気に入ったものとかは、まあ、ちゃんとリラックス空間を作るってことで、買って、配置していきたいと思ってます。だからガチガチにミニマリストって感じじゃなく、程いい感じで、この部屋のねインテリアを揃えていきたいなと思っております。こっちに進んでいきます。ここはねメインのリビングですね。はい、でね特徴としてはこのね部屋の平米数は50平米ないぐらいで狭いんですけど、キッチンがね結構広いんですよ。キッチンがねここのね幅が広いんですよね、すごく。で、こちら食器洗い乾燥機もついてます。これが標準装備ですね。で、コンロは3口です。これだったらねこっちに冷蔵庫を置いて本格的なね料理が作れそうです。こちらがリビングスペースです。ここにはね特に何にも置く予定はないんだね。で今日こちらシェアハウスから持ってきました。これねすごくいいです。ここのね上に、洋服をかけて、下の方には靴下とかパンツとかを分けて置くっていう感じですね。でこうやって引いてみると本当に何にもない、ただの四角形の部屋ですね。実際こういう風な額で見ると少しね広そうな感じもするんだけど、カメラで見てるよりかは実際の目で見ると狭めです。結構ね狭いですね。でこの反対側が、僕は寝室として使ってます。もう単純にニトリのマットレスを2枚引いて、ここをベッドスペースにしてます。1枚2枚と重ねてるだけですね。で上にね敷きパッドを引いて使ってる感じです。上が柔らかめ、下が固めで、ニトリで調整して、使ってますね。まあただこれだけ重ねても俺結構ね体が痛くなっちゃうんですよね。だからもしかしたら後々ベッドは買うかもしれないです。ただいまの愛読書は伊坂幸太郎さんのサブマリンです。そして、最後にお風呂は見ていきましょう。あ、その前にトイレ、まあ、トイレはね普通と一緒なんですけど、こっち側を抜けてこちらですね。至ってシンプルだけどね結構広いです。幅のスペースはねなかなかあります。トイレの流せるトイレブラシ、これ大好きなんでね新居にもね一番初めに買いました。やっぱ RX100M7 このね瞳にね AF オートフォーカスが合うんでね顔がぼやけないですね。うん、いい感じで、お風呂はですねキッチンの向かい側になります。こちらです。こちらが洗面台ですね。すっきりした状態、これをなるべくねキープしたいと思います。
で、お風呂はですね、今お湯張ってるんですけど結構でかいです。バスタブの縦の長さってよりも横の長さがね、なんかここ座るスペースがあってね、広いんですよ。このバスタブあんま見たことないんだけど、ここにね、のぼせたら腰掛けることもできるし、この横幅が広いってのはね、もう結構珍しいタイプだと思いますね。こっちはね、洗濯機置き場なんですけど、なんとドラム式洗濯機を買いました。人生初のドラム式洗濯機はね、ヤマダ電機で買ってきました。かなり安くしてもらってね、しかもね、いいやつなんですよ。それがね、また揃えたらレビューしたいと思うんで、ぜひ楽しみにしててください。というわけで、ここでね、しばらくは僕の新しい生活、そしてね、ブログがスタートすると思います。今後の方針としてはですね、やっぱりナイトブログはね、おしゃれに仕上げていきたいなと思います。僕アフターエフェクトをね、最近ちょっと勉強しまして、それもね、練習がてらブログの方ではね、積極的に使っていきたいと思っております。そして最後に、値段を発表しますか。さあ、こちらのマンション、今見ていただきましたけど 2LDK か 2DK なんですけど、お値段いくらでしょうか。コメントで書いてください。正解はですね、17万円です。1ヶ月の家賃17万円。だからね、前回解約する前の家と比べてそんなにね、家賃変わってないです。あ、1回40万挟んでるけど、そこがバカ高いけど、その1個前が多分ね、15万とか16万じゃなかったっけな。それから40万いって、で今17万円の家に引っ越してきました。だから生活レベルはそんなに上がってないですね。まあ一人なんでね、派手なこともせず淡々と生きていきたいと思います。この RX100M7 も揃ったことだしね、もうブログやるにはね、完璧な環境が整ってるので、これから日本一のブロガーを目指して頑張りたいと思います。気合いましょう。オルタナチャンネル、そして内藤ブログでもね、ナンバーワン取っていきましょう。それには皆さんの応援が必要です。ぜひ応援してください。最後コメント読んで終わりましょう。最近ね、忘れてたけど、ちゃんとコメント最後に読んで終わりましょう。それじゃあこの、今ある一番最新のコメント読みたいと思います。むむちゃん、1時間前にコメントをしてくれてます。ありがとうございます。動画見るたび内藤への好きが増す。ありがとう。かっこかわいいアラサー最強説。だいぶね、アラサーもう超えそうですけど、引き続き頑張っていきたいと思います。それじゃあまたぜひ次回お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。